大事だ。ああ、なんかいい。第5問。広島東洋カープの2018年のキャッチフレーズは何か。4択じゃ。1番、上昇魂、レッドライジン。2番、カブク。3番、ドドド。4番、真っ赤劇、バーインカ。さて、どれかの最後の問題さ、よく考えてな。では、分かったものは大きな声で元気よく、はい、言うかな。では、分かるもの、みんな、英語じゃな。では、そっち。お答えは、2番。2番、歌舞伎。2018年言うたらな、あの今年じゃ、新たなシーズンじゃ。会話する、会話する、どうじゃ、どうじゃ。もう一度勘違いしておったな。上昇魂、レッドライジング、歌舞伎、真っ赤劇、マインドアップ、これら全てな、これまでの広島東洋カープのキャッチフレーズとともに、我らのな広島東洋カープ公認応援ソング、我らが秋広のシングルのタイトルでもあったな。これまでな、上昇魂、レッドライジング、真っ赤劇、マインタップ、そしてカップとな発表してまいったんじゃけど、次はドドドーか、ドドドーか、ドドドーか。なんとも悩ましいの。さて、どうするかの。というわけで今日は以上じゃ。ありがとう、ありがとうございました。開講義塾11限定秋広島武将隊より毛利元就様でございました。ありがとう、ありがとう、ありがとう。さらばじゃ、また会おうぞ。ありがとうございました。講義へのご参加ありがとうございました。我々開講義塾講師一同は皆様のご分を心よりお祈り申し上げます。なお武将隊検定の会場は3階特別待合室 A の34となっております。実施は本日4日の1時30分からでございます。試験官は前田啓司様となっております。皆様ふるってご参加くださりませ。以上、開講義塾でございました。ありがとうございました。